日本人男性による北欧人留学生と日本のある食べ物にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は全部うまー、北欧人留学生と学食に行ったら全てのメニューに感激感動、ただ一つ納得いかない食べ物が、その料理とは？の話題です。海外、日本に行くには覚悟が必要だ。日本の主食はお米ですが、これは日本の気候が稲の栽培に適していることが関係していると言われています。世界にはパンや麺類、ジャガイモや豆類を主食とする国もあり、日本の食事メニューに驚く外国人さんも少なくないそうです。今回ご紹介するのは、日本人男性による日本のある食べ物にまつわるエピソードです。彼の通っていた大学にはフィンランドからの留学生も在籍していたそうです。その留学生は日本の食べ物を美味しそうに食べていたそうですが、たった一つだけ納得のいかない食べ物があったようです。フィンランド人留学生が納得のいかなかった料理とは一体どんな食べ物だったのでしょうか。早速ご紹介していきます。あれは俺がまだ大学生だった時のことだ。俺が通っていた大学は日本のある寒い地域にあった。フィンランドとの国際交流があるところで、フィンランドの大学と学生の相互交流を行っていたんだ。フィンランド側の大学名は忘れたけど、毎年定期的にフィンランド人留学生が来ていたよ。俺の中で一番記憶に残っているのは、日本の食べ物にものすごく興味を持っていたある男子留学生だ。フィンランドってヨーロッパナンバーワンの親日国と言われることがあるそうだ。日本のアニメも人気があって、ある年の大統領選の PR に日本のアニメを使っていたらしいよ。日本のアニメを使って日本語で放映、フィンランド語の字幕付きっていう面白いパターン。投票率が上がったらしいから、それだけフィンランド人に日本のアニメが受け入れられているってことなのかもしれない。その留学生ももちろん日本のアニメが大好き。フィンランドでどんなアニメが人気なのか聞いたら、銀河が一番人気だと言われて意外に思ったよ。ジブリ作品とかワンピースも人気はあるけど、知名度が高いのは銀河なんだそうだ。日本の食べ物では特にラーメンが好きだと言っていたな。そんな彼は日本人学生からも人気で、いつも楽しそうに過ごしていたよ。食事も一緒に行っていた。彼はまだ食堂のメニューがよく分かっていなかったから説明してあげたんだよ。学食で昼食を食べる時の彼は見ていて気持ちよかった。何を食べても本当にうまそうな表情をするんだ。幸せそうな彼を見ていてこっちも嬉しくなったな。生姜焼き定食、うまー。サバ味噌煮定食、うまー。とんかつ定食、うまー。カツ丼、うまー。醤油ラーメン、うまー。もう何を食べてもうまーなんだ。ただたった一つだけ納得のいかない食べ物があるという。それはコロッケカレー。日本の食べ物は全部うまいんだけど、って言うんだよ。何が気に入らないのか聞いてみると、コロッケはジャガイモを使ってるだろう、と言うんだ。え、それのどこが問題なんだ。彼に言わせるとこうだ。ジャガイモは主食だろ？なんでライスという主食があるのに、さらに主食を乗せるんだよ。ああ、主食と主食の組み合わせってことか。確かに欧米では、ジャガイモが主食っていうところもあるよな。日本人の感覚とは違うみたいだ。俺はこう反論した。いや、ジャガイモはおかずだよ。コロッケはおかず。すると彼もこう返す。いや、ジャガイモは主食だ。おかずじゃない。そんな会話をしていたら、周りの奴らも面白がって集まってきて参加した。じゃがいもを茹でただけなら主食になるかもな。コロッケになってるんだからおかずだろう。ああ、じゃがいもな、主食って言い張るのもわかる気がするよ。本来カレーに乗せるのはコロッケじゃなくてとんかつだろう。カツカレーなら主食と主食じゃないから問題ないのか？みんな好き勝手に盛り上がっている。日本の大学生がこんな話題で真剣に議論を交わすのはどうなんだろう。もっと違うことを議論すべきじゃ。結局、うまいからいいやってことになった。フ
フィンランドにコロッケはないのだろうか。俺はコロッケについて簡単に説明することにした。コロッケは日本の定番のおかずの一つ。フランスのクロケットっていう食べ物が元になっているそうだ。でもクロケットはジャガイモではなくホワイトソースを使っている。日本でいうクリームコロッケみたいなものらしい。それを日本風にアレンジしたものがコロッケ。誰がジャガイモを入れたコロッケを作り始めたのかは分かっていないそうだ。現在ではコロッケといったらジャガイモをベースにした揚げ物として定着している。彼はフィンランドの食生活について教えてくれたよ。フィンランドの主食はジャガイモやパン、パスタらしい。主食は〇〇というふうに決まってはいないそうだ。お粥を食べる人もいるみたいだから、日本のご飯にあまり違和感を感じないのかもしれないな。日本と違うなと思ったのは食事の回数だ。日本だと基本的に1日3食だろ？フィンランドって1日4から5食らしいんだ。食事が3回で、その間におやつみたいな感じで軽食を2回食べる。フィンランドの人全員がそうするわけではないらしいが、1日5食の人も多いという。実はこの1日3回の食事と軽食2回っていう食事スタイルは最も太りにくい食べ方なのだとか。3食の内容や量、軽食のカロリーなんかを考えないと意味がないけど、肥満防止効果が高い食べ方みたいだよ。フィンランドでは日本のように手の込んだ料理は少なく、素材の味を生かしたシンプルなものが多いらしい。素材を焼くだけ、あるいは煮込むだけ。調味料も塩と胡椒が中心だというから、日本の食べ物とはかなり違うのかもしれない。話を聞いていたらフィンランドに行ってみたくなったよ。そしていよいよ彼の帰国の日が近づいてきた。彼は日本でいろいろな美味しい食べ物に出会ったんだなと思ったよ。だって帰国前の発表のスライドの内容、ほとんどが日本で食べたうまいものだったんだから。発表の時、彼は感極まってちょっと涙目になっていた。俺も周りのやつもスライドの内容に笑っていたけど、気づいたら涙目になっていた。彼の愛する日本の食べ物はこんな感じ。ミスド。フィンランドにもドーナツ屋はあるがミスドはない。日本ではミスタードーナツによく通った。週に1回くらいのペースかな。お店でコーヒーを飲みながらゆっくりドーナツを食べるのもいいし、買って帰って落ち着いて食べるのもまたいい。それにミスドは安いから嬉しい。フィンランドのドーナツ屋はこんなに安くないし、ミスドもないし、日本でミスドに出会えた自分は幸せだと思う。お寿司。フィンランドにもお寿司の店がある。ビュッフェスタイルの寿司屋に行ったことがあるけど高いんだ。日本の回転寿司は安くていいね。それに日本の方がやっぱりうまい。魚の種類が多いし、ご飯も美味しいと思う。安くていろいろな種類のお寿司を食べる。これは最高だと思った。フィンランドでもサーモンを食べるが、回転寿司のサーモンは味のバリエーションが豊富で面白い。炙りサーモンとか、サーモンバジルチーズとか、焼きトロサーモンとか、アレンジされたサーモン系のお寿司が気に入ったよ。ラーメン。日本に来る前はラーメンが一番好きだった。フィンランドで食べられるラーメンだけど。だが日本に来てもっとうまいラーメンに出会ってしまったんだ。日本で食べるラーメンの方が好みだし、長く待たされたけど問題ない。フィンランドほど高くないしね。フィンランドのラーメンも何種類かあるけど、日本とは違うことを知った。一番ハマったのは味噌ラーメンだよ。インスタントラーメンも試したけど、なかなかうまい。買って帰ろうか悩んでいるところだ。鶏の唐揚げ。フィンランドでもチキン料理を食べるよ。でも日本の鶏の唐揚げみたいなジューシーな料理は知らないな。どうも料理に使う鶏肉の部位が違うみたいなんだ。それにしっかり火を通しているからか硬い気がする。日本の鶏の唐揚げはいろいろな調味料を使っているらしい。ただ単に塩コショウだけの味付けじゃないんだ。醤油や日本の酒、砂糖やニンニク、生姜なんかも使っていると聞いた。フィンランドでは味わえない柔らかくてジューシーなチキン料理、何個でも食べられそうな気がするくらい好きだ。コンビニで簡単に買えるからありがたい。唐揚げって日本のソウルフードって聞いて納得した。たこ焼き。
日本で一番熱い食べ物がこれだ。口に入れた瞬間と噛み締めた時の食感がたまらない。外側のカリッとした感じと中身のトロッとした感じ、上にかかっているソースも絶品。難点は出来たては火傷する恐れがあるってところ。初めて食べた時は火傷したんだ。でもたこ焼きの美味しさの方が勝っているから何度でも食べたくなってしまう。お茶漬け、私の国にはないから驚いたけど美味しかった。発想が斬新でいいね。簡単で素早く食べられるのもいい。お茶漬けの素はお土産の候補の一つさ。コロッケカレー、じゃがいもとご飯は主食同士だからおかしい。でも美味しかった。え、コロッケカレー？結局好きになったのかよ。なんだかんだ言っていたけどうまかったんだな。泣きながら日本の料理を紹介する様子を見てこっちまで泣けてきた。こんなにも日本の食べ物を愛してくれるなんて。でもお寿司とミスドが同じスライドで流れる様はなかなかシュールだった。彼はフィンランドに帰国したら日本の美味しいものが食べられなくなるとかなり悲しそうだったよ。彼は最後にこう言った。みんなが羨ましい。だっていつでも美味しい料理を食べられるからね。僕はまたいつの日か日本に戻ってきます。どうもありがとうってね。言われてみれば彼の言う通りだ。日本にいればいつでも好きなものを食べられる。当たり前のことに気づかされたよ。彼は今どうしているだろう。久しぶりにメッセージでも送ってみようかな。以上がエピソードの概要です。この話題に海外からたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本のカツカレーはマジ最強。ラーメンもいいが俺の中ではカツカレーがナンバーワンさ。じゃがいもは主食よね。だけどコロッケはおかずだと思うわ。日本に行った時長蛇の列を見つけたんだ。きっと美味しいものなんだろうと思って聞いてみるとコロッケだった。揚げたてのコロッケのうまさときたら今でもその感動が忘れられないよ。俺が好きなのはお寿司、ラーメン、唐揚げ、お好み焼き、カレー、牛丼。おっとすまん、長くなりそうなので日本食と言うよ。日本に行くには覚悟が必要だ。だって全ての食べ物が美味しいから帰ったら食べられなくなる辛さを味わうことになるからね。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介した日本人男性はフィンランドからの留学生と親しくなったようです。いつかまた日本の料理を食べに来日するかもしれませんね。まだまだ日本には美味しいものがたくさんあるので、いろいろと日本食を味わってほしいですね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。